今日は紙の断片からのフリート、これを前やろうと思ったけど疲れましたんでやめてるぜ。どうしたら前、とにかくまた電池がたくさんいる。この電池がですね、電池がもうあれなんですよ、30分しか持たないんですよね。2本で30分ですよ。これ非常に効率が悪いですね。しかし取らないよりはいいかもしれないという、わかりません、どうなることやらです。これは、オキシ塩素効果、あ、じゃあ面白いと塩素光塩素化、これは敏感ですけどね。塩素といえばプールを思い出しますね。光プール、光市には、僕のいた光市にはプールが、新日鉄のプールっていうのがあったんですよ。新日鉄のプール、新日鉄、まあ、新日鉄のプールっていうのがありまして、そこによく行ってましたね。夏は中央三井にある、これ50メートルプールでありまして、この近くにクラスメイトの女子が住んでいて、思い出します、藤井さんが住んでいましたけどね。あの頃藤井さんの家に行ったこともありますけどね、何かのことで。可愛い子ちゃんだった。あの藤井さんっていうのがね、いたんですよね。藤井兄弟っていうの、藤井恵美子さんと美子さんが、なんか新日鉄の娘さんだったから、僕花火で思い出しました。花火、僕藤井さんの花火の行った姿を僕見たんですよね。僕も親と行った時に藤井さんも花火に行っていた、室積みの、その姿がまだ目に焼き付いています。可愛らしい藤井さんの姿が僕は目に焼き付いて、花火、まあ浴衣こそ着てなかったですけど、まああの人は東京から来たから新鮮だったんですよ。オプティマイズド、コンディ、コンダクター、どっち、オプティマイズド、オプティマイズされて、楽観ですか、オプティマイズ、楽観的、コンディ、楽観的にコンダクター、コンダクターズ、コンダクターズはコンデンサーと似てますね。何でしょう、コンダクターズ、コンダクター、コンダクター、案内人、管理者、指揮者、指揮者、管理、コンダクター、オプティマイズから、オプティミストって言いますけどね、オプティマイズって何でしょう、いちいち、ひら、オプティマイズ、オプティマイ、楽天的、楽天を思い出します、楽天